こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はダウンタウンに行ってみたラスベガスの今という話です。ラスベガスのホテル街といえばラスベガスドライブ、通称ストリップですよね。このホテル群がですね、できる前にこのダウンタウンにカジノがありました。そんなね、今日はダウンタウンの、今についてね、お伝えしたいと思います。このね、ラスベガスっていうのはね、1840年ぐらいからゴールドラッシュで鉄道が開通して、ラスベガスは蒸気機関車の旧地として重宝されたというような歴史があるようですね。その後ね、カジノができて、第二次世界大戦が終わった後から、結構マフィアとかその辺が経営してたというふうに聞いております。その後ね、大富豪なんかのホテルを経営して、今のようなものになったというような感じだそうですね。ここね、ダウンタウンは私19年前に来た時初めてここをやっぱり来てるんですが、最近はね、10年前ここに来て、それ以来ちょっと行ってないですね。どんな風に変わったのかなと、ここのね、フレモントに関しては建物自体は変わってないんですが、なんかね、中にジップラインとかできて、これ随分変わったなというふうに思います。ただね、今回新型コロナウイルスの影響は相当受けただろうと思いますし、皆さんね、ここに働いてる人も大変だったろうなというふうに思うんですけれども、6月後半ぐらいからね、もうほとんど元へ戻すという形で動いてるみたいなので、そのちょっと回復する前どんな状況なのかなということでね、夕方ちょっとこちらの方に出かけてみました。やっぱりね、平日なんでね、すごくこれ人はいない方だと思います。駐車場もね、簡単に入れましたし、前はね、駐車スペースがなくてぐるぐる回ったこともあったんですけれども、それほどたくさんではないんですが、さすがにこのアーケードに来たらね、やっぱり人たくさんいますよね。もうほとんどの人マスクしてません。なんかね、マスクしてる我々の方がね、なんかこうじろっと見られちゃうようなそんな風潮で、ここにはね、コロナも何もないなという、そんなね感じありました。でね、ここはね、だいたいジャストに5分間ぐらいのね、ちょっとショーがあります。ショーというかありますので、ちょっとこれからそれをね、見ていただきたいと思います。
さて、今ね、ダウンタウンのショーが5分ほどありましたのでね、我々もちょっと危険かなと思い、そのわずか5分程度を見るためだけにここに来まして、もうさっさと退散ということでね、このラスベガス、ブルーバード、に今、走って、ホテルに帰る途中です。まあね、夜景で見てすぐ分かるのが目の前にあるラスベガスタワーですね。まあね、これね、入ったことはないんですが、いろいろなんかあるみたいですね。まあね、今度機会があったら入ってみたいなと思っています。それですね、ここの道路は、まあ、通称ストリップと言いますけれども、結局ね、ホテル群に行くまでの間すごい工事なんですよ今。まあね、COVID-19 で人が来ていない間に工事するっていうのもいいかもしれないですが、まあ、めちゃゴミでね、結局諦めて、インターステート15に乗って結局帰るということになりました。いやー、まあ、久々のねダウンタウンロサン、ラスベガスだったんですけれども、まあ、随分変わったなということと、やっぱりね多くの人が非常に繰り出していて、まあ、ここにはね COVID-19 はどこに行ったんだというぐらいの、そんなね印象を受けました。まあね、飛行機でこちら来ている方々はもういずれにせよ飛行機乗る時点で PCR 検査もされてますしね、またね、65歳以上の人は、まあ、我々も含めて、ワクチンをすでにもう接種済みですのでね、まあ、おそらくそれほど大変なことにはならないんだろうなとは思います。まあね、ちょっとね、昨年11月そして、今年6月とね2回にわたって、まあ、ラスベガスに来てみたんですがね、まあ、回復はもうすぐそばだなというふうに感じました。我々にとってラスベガスっていうのはね、カジノをするとことかそういうとこじゃ全然なくて、まあ、ホテルで楽しんでショーを見て、ね、そして美味しいもの食べるという、でここを拠点にしてね、その他のアメリカの大自然の方へ行ってみるというのが我々のラスベガスなんですね。まあ、おそらく今後もねこのラスベガスにはね拠点にしていろんなね観光地に行くんじゃないかと思います。またね、ここへ来た時はこういった動画をね作って皆さんにご紹介したいと思っています。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。